番居心地いいのはパソコンのモニターの前に座ってる時かな多分。だからそれはどこにいてもできること。友達いるけどあんまり友達と遊ばないし、最近もだんだん遊び辛くなったんじゃないのかな。みんなもすごい気を使うから、なんか気を使わせるのすごく悪いし、使ってくれないと困る時もはっきり言うとあるし、あと僕が入るからみんな場所をじゃあもう一回考えないとっていうことが多いから、すごいなんか良くないなと思う。だからあんまりもうめったに出ない。10年後何をしていたい？10年後は仕事があれば仕事をやってるんじゃないんですかね。何をやりたいの？別に何をやりたいんだろう。映画の話とか、今やってる仕事、映画の話っていうのは自分がやりたいからできるわけじゃなくて、人がオファー来ないとできないから、オファーがあればやり続けていると思う。いい話があって、いいオファーがあれば多分やり続けてると思うし、ないなら別のことやってるかもしれないし、あんまり計画考えるけど立てない人なんですよ。思ったらガーってやっちゃう方だから、こうやってステップステップのその計画を立てていると、歩んでるうちに堕落なっちゃうんですよね。うわ、うざって、次これかとか、それより、いや今これやりたいからこれをやるってなっちゃうんですよ。2時までゲームやっちゃって、ゲームで3時ぐらいに夜明けるかなと思って見てたら全然暗くなってないわ。そういえばもう逆夜なんだな。アメージングジャパニーズ、そうシノケラ、うわすげえ綺麗。とっても絵になるね。ドラマで撮りたいね。なんかどっかに落ちてる。ペンギン来たよ。寒いだろ。
なかったら助けてくれ。Thank you.